ソロベツキー諸島は、八海を根川に浮かぶ6つの島で構成される諸島である。ソロフキというポモール方言の別名でも呼ばれる。行政上は、ロシアのアルハンゲリスク州に属すソロベツキー区である。ソロフキ空港が所在する。面積347平方キロメートル、人口968人。ソロベツキー諸島は6つの島から構成されている。 諸島の海岸線はとても入り組んでいる。島は河口岩やマ魔ンからなっている。地形は丘が多く、最高地点は107メートルである。諸島の大半はヨーロッパ赤松と欧州逃避からなる森林で覆われ、一部は沼地となっている。多くの湖があり、修道士たちにより運河のネットワークを構成するように互いに連結されている。 ソロベツキー修道院クリミア戦争中のイギリス海軍によるソロベツキー修道院への砲撃。1868年のルボークが、歴史的に諸島は有名なロシア正教のソロベツキー修道院で知られている。キリロベロゼルスキー修道院からやってきた二人の修道士により15世紀後半に設立された。16世紀後半までに修道院は、 最も裕福な地主となり、また、ロシアにおける最も影響力のある聖地となった。現在の拠点と、その主要な教会はイヴァン四世統治期初期に、モスクワ府主教フィリップ二世の依頼で石で建造された。ニーコンの改革とそれに続く、古儀式廃の迫害はこの修道院にも及んだ。修道士たちは断固として、従来の信仰を守り、皇帝の代理人を追放したため、 皇帝、アレクセイの軍隊による8年に及ぶ、ソロベツキー修道院包囲攻撃を招き、最終的に多数の修道士が殺害された。ロシアの帝政期を通じて、修道院は強固な要塞として知られ、リボニア戦争、大道乱期、クリミア戦争、ロシア内戦と外敵を退け続けた。ロシア10月革命後、諸島はソビエト連邦最初の強制収容所となり、 他のソビエトのグラグのモデルとなった。レーニンがまだソビエトを統治していた1921年、収容所として開設された。収容所の規模は、ヨシフ・スターリンの時代に一気に拡大され、1923年の頃には4000人収容していたのが、1927年頃には2万人、1930年代。 はじめには65万人もの人々がここへ連れてこられ、奴隷労働を強いられるようになった。飢餓と伝染病と監視の暴行などにより何万という囚人がここで死亡した。特に1929年には、チフスの伝染で一気に2万人が死亡している。第二次世界大戦前夜の1939年に閉鎖された。ソビエト政府は諸島の戦略的な価値に気づき、 戦争の開始とともに北方艦隊の基地が置かれたためである。1974年、ソロベツキー諸島は歴史、建築博物館と自然保護区として指定された。1992年に中世の宗教コミュニティの信仰、不屈、新種性を表す北部ヨーロッパの公領たる環境における修道施設の結出した例として、 ソロベツキー諸島の文化と歴史遺産群が世界遺産に登録された。現在ではロシア北部における代表的な観光地となっている。ケミからの船またはアルハンゲリスクからの飛行機で行くことができる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。